皆さんこんにちは、キャスタースティービーの小林です。今回はスペシャルゲストに、森田哲也先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、Hello there、 忘れましたそうですね、やんなきゃいけないですね、はい、今回もですね、コラボということで、もう皆さんはねご存知の方多いと思うんですけれども、森田先生 YouTube チャンネルやってらっしゃるということで、はい、森鉄チャンネル ね、 そうですね、概要欄に URL ありますので、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。はい、最近結構いろんな方とコラボとかもねされてて、一段とチャンネルも最初にコラボをさせていただいた時よりもだいぶ、ありがとうございます。すごいなと。キャスト代様様で、そんなことはないんですけどもでもお互いこうね切磋琢磨できればなというところなんですが、今日は、森田先生といえばですね、やはり、TOEIC であるとか、英語関係の本をたくさん出版されているということで、はいはい、そうですね、で一応ですね最近僕も改正流ロジカル勉強法、いやありがとうございますね、買っていただいたということではい、こちらですね出させていただいてるんですが、今日はですね本を、一応僕も、出したということでですね、こうやっぱ本を出す大変さとか、いいこともあるでしょうし、そういったことをちょっと対談させていただければというふうに思っております、はい、でまず最初に先生は今何冊ぐらい本は出されたんですか？今50ぐらいですかね50ってどうやって50冊書くのかっていうのが僕まず想像つかなくて、はい、そもそも本書くのって結構大変じゃないですか。そうですね。で僕も今回ですねこの本を書くにあたって最初に出版社に、8万字ぐらいあると理想的だと、で6万字あれば、一応形にはなると、ごまかしごまかしで、でできれば10万字って言われて11万字書いたんですよ。で削られて、10万弱ぐらいになってると思うんですけども、結構大変なわけですよ。でそれこそもう本しか書かない職業の人はともかく、普段授業もされたりとかお忙しい中で、今までどうやって50冊書いたんですか？僕も基本トイックで来た人間なので、トイック本ですね、それをいっぱい書いてきたって形ですけど、なんか問題とかをやっぱりこう作るじゃないですか、はい、でも普通にこうなんですかね、僕が書いたような本だとビジネス書なんで、言ったら頭の中にさえあれば、カタ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 書いていけるっていうのはあるんですけど、やっぱり問題だと、じゃあここでこれを問うものを出そうとか、いやこっちはこういうふうにした方がいいなとか、で当然それに対する解説も書かないといけないわけで、かなり大変だと思うんですよね。いや、トイックは大変ですね。問題公開されてない試験なんで、そうですよね、自分たちで作んなきゃいけないので、そこが非常に大変ですね。でも普段の仕事をしながら、書かれてるので、それこそいつ書いてるんですか？今でしょ。いやそれいつやるのかですよ。あ、間違いました、同じ予備校のね某有名な先生のあれですけど、無意識に反応しちゃう。いや全然いいんですけどもやっぱりそうすると授業がないタイミングとかでもうそうですね、ほぼでも何か手は動かしてる感じ。ああ、隙間時間でした。ああ、でもそう。隙間勉強法みたいな感じに、隙間執筆法です。はいはい。じゃあ、なんていうんですかね、もう夜中とか、もう昼とかも、ちょっと。移動時間ですかね。あと、予備校、この朝と夜って、その間があるとか、結構あるんで、その時間にやったりとか。ああ、なるほど、なるほど。講師室みたいなとことかで。ああ、それもあります。カタカタ。でも、50冊って多分その、一般的な予備校業界とか、ちょっとトイック業界は詳しくないですけど、でも多い方だと思うんですよね、すごく。ありがとうございます。そうですよね、はい、50冊は普通そんなないじゃないですか、はい、あとは、トイックって改訂されるので、はい、改訂されたら本も変えなきゃいけないので、なるほどなるほどなるほど、なので既存のものをこうポンと、作り変えなきゃいけなくなったりするので、そこでドドドドドドッと冊数が増えた感じですね。なるほど。それで書いて、安全もがっぽりみたいな、うんさあ一体いくらだったのか聞いてみましょうかいやそうですね、うちらがですね言ってるのか分かんないんですけど、でも動画で言ってるのは10パーないんですよ、ね、はい、あ、はいはいはい、はい、でかつ初版の一部が保証されて、あとは実売なんですよ。あ、一部どれぐらいですか？一部って、ね、多いところが半分っていうのが結構、初版5000部なんですけど、はい、4000部保証、あ、だいぶ保証されてますよ、それだったら。はい、でもやっぱりこう出版社って交渉とか不可だっていうのを聞いたんで、あ、何も文句は言わなかったですけど、森田先生クラスになると若干なんか言えたりはするんですか、その印税とか。 しますよ、はい。あ、そうなんですね出版社にもよりますし、できるところもあります。うん、あとは印税の方式が最初に全部ボンとくるところと、うんうんうん、さっき言ったようにいくつかは保証で、その後で実売っていうところに分かれますね、うんうん、そうですね。でちょっと僕はこれ聞いた話なんですけど、僕がですねなんとこの本を書くにあたって、学さんはやめてくれって言われたんですよ。
ほう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 。学習参考書は。まあ、もともと、まあ、YouTube 的にも受験の話とかをしてるんで、うん、まあ、受験のことを書いてほしいのかなと思ったんですよ。最初の打ち合わせの段階で、うん、そしたら、いや、あのビジネス書でって言われて、まあ、ここ出してるあのクロスメディアさんっていうところが、まあ、ビジネス書が強いっていうのもあるっぽいんですけど、やっぱり学習参考書だとなかなかこう、まあ、部数がさばけないというか、うん、なるほどっていう事情もあるみたいだったりとか、あ、そうなんだ、やっぱりこう学習参考書って、まあ、そんなに儲かんないのかなっていうイメージがそうですよ、はい、あってで、はい、まあ、これもまた一説による話や、はい、森田先生の動画を拝見してなんですけど、印税の割合もそんなにですよ。そうですね、学習参考書はそんなに出してくれないと思いますよ。10っていうのがまあ大体いいやつのマックスっていうのが大体 10% なんですよ。でこれ何十万部売れましただったら11にしますとか12にしますっていうのは、うん、はいはい、時々あるんですけど、学産で何十万部ってやばいですよね。なかなかないですね。で、学産はやっぱシリーズでもう強いのがあるので、うん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 、そうですよね。そこに入っていくっていうのが大変ですね。だからまあ僕が受験したのが約十数年前、12年ぐらい前なんですけど、はい、その時とやっぱり今でもやっぱりおすすめする参考書とかって変わってなかったり、そうなんです。それこそ多分僕がまああの卒業というか大学入ってから。出てきた、例えばすごい売れ筋だったら例えば鉄壁単語帳とか、はいはいはい、でもあれもだからあれぐらいで、他はみんなねやっぱりシステム英単語使ったりターゲット使ったりずっとしてますもんね速読英単語とか。そうなんですよ。だからなかなかやっぱりそういうところは難しい部分もあるのかなと思うんですけど、学習参考書だと初版ってどれぐらいなんですか？もう著者によるんですか？あ、そうです、著者出版社によりますね。もう分かれてますね。なんかもうめっちゃ多分売れる、はい、その方だとそれだと何万部ぐらいですか最初？あ、するのですか、はい、なかなか万は少ないと思いますけどね。それでもですか、多分、ちょっと今名前を指定してしまったんですけど、はい、トイックであの一番有名なあのいっぱい金のブレイク書いてらっしゃる何先生でしたっけ？テックス加藤。あ、そう、テックス加藤先生とかでも1万。うわ、あれは出ます、1万以上もう最初から。加藤先生だと1万以上、あれはもう確実に売れるって分かってるので、あれは何万だったかな、すぎましたよね。あ、そうなんですね、はい、すごいな。ビジネス書だと、まあ、そこまでじゃなくても最初1万の方も結構いたりするので、はい、そうですね、学産だとなかなかないと思います。そうですね、トイックでもなかなかないと思います。あ、まあ、そうですね、テックさんのやつとかはもうその金フレが改定するときとかはもう絶対売れるって分かってたんでなるほどなるほど。でもあれ累計100万超えてますからね。すごいっすね。そうですよ、100万か、まあ、僕も学生時代使ったしなそうです。なるほどなるほど。実際でもそうするとなかなかやっぱり学習参考書で、まあ、こうなんていうんですかね、人儲けっていうのは、まあ、うん、ないことはないと思うんですけど、夢はあったとしても現実的にはそこまでこう無理ですね、じゃないですし、そもそもこう著者として選ばれること自体も結構まあ高きハードルじゃないですか。そうだね、やっぱ能力的にも知識的にも高いものを持ってないと書けないんで、の中でだからそんなにこう見入りがたくさんないもののやっぱ50冊書いてきたこのモチベーションとか動機って何なんですか？ああ、そうですね、まあ生きていかなきゃっていうのもあったし、そんな困窮してないですよねいや、もう困窮してた時期もありまして、もうそれでやっていかなきゃっていうのと、まああとはそうですね、このちゃんと名前を売らなきゃっていうために頑張るっていうのと、もうあともう年に5冊ぐらい出すのが当たり前になってしまったっていうのもありますね。あ、そうなんですね。実際年に5冊って多分めちゃくちゃ大変だと思うんですけど。大変ですね。この間月に5冊出ました、ね、そうですよね、なんかたくさん出されてて、はい、僕も全然もう把握できないレベルになってるんですけど実際こう出版する時の流れについて最後ちょっとお話しいただければと思うんですが、はいはいですね、先生の場合は知ったこう出版社がいくつもあられると思うんですけど、はい、本当に僕の場合なんか最初はこう連絡が来てちょっと一回話しませんかってところがスタートして、はい、でまあそこからなんですけど、まあ、何か打ち合わせが始まったら、うん、なんかどういう風に進んでいきますか？はあ、まあ、基本はそうですね、さっき言ったようにオファーが来る、自分で出した人もいますけどね、うん、学習参考書でも自分で送って、うんうんうん、それで出版した人もいます。レアですね、はいはい、ビジネス書だとたまになんかこう見出しとか目次作って出して扱ってくれる出版社があるみたいなんですけど、言いますけど普通はオファーですね、やっぱりオファーが来て、それで打ち合わせして、でどういった形で書くかみたいなのを決めて、それで書いていくって形ですね。なるほどですね。その中でやっぱりベースとなるテーマってなんか向こうから出てきます、はい、例えば今回は英語の例えばリスニングやってくれとか
これはちょっと文法でとか、うん、なんかそういうのがあるのか、いや別になくて、なんかもっとざっくりとしたテーマなのか。あ、出版社によりますね。あ、そうなんですね。もう出版社編集者によります。それでこう打ち合わせして、じゃあこういうのにしましょうとか、向こうがもうこうしたいって言ってきて、でそっちがさらに出版社で今度は会議するんで、でそこが営業と話し合って、はいはい、で営業が強いところはもう営業の言いなりです。うんうん、いや分かりますね。で最終的にこうなんか社長決裁と か, なんか役員決裁があって、じゃあ実際スタートみたいな感じですね。 そこで許可が下りないとスタートできないんですね。そうですよね。だから僕も最初こう打ち合わせしてて、もうこれ行きましょうみたいになってるんですけど、はい、あ、はい、じゃあ書けばいいですかって言ったら、ちょっと待ってくださいみたいな、行きましょうって今言いましたよねみたいな。そう、いや社長のハンコがないとみたいな、あ、サラリーマンなんだみたいな。そうです。ところがあって、特急シリーズとかはもう全然全部降りるので、まあそうですね、全然売れ筋、売れ筋ですからね。全然そういうのないで、もすぐにこうしますけど、他は大体会議があって、うん、こうちょっとここ変えてくださいみたいなのがいっぱいあります。うん、で実際書き始めるときに、なんかどういう、まあ、ワードとかで書くんですか。そうですね、基本的にはワードで書いて、やっぱ英語の本だとちょっとこうデザインスタイリッシュだったりとかデザインが入ったりするんですけど、はいはい、そことかってどうされてるんですか。あ、デザイナーがやりますからね。あ、じゃあ結構そのなんか文構造でこういろいろ矢印とかやってるのは、もうあれはもうデザイナーめちゃくちゃ大変です。だからデザイナーは英語わかんないですから。そうなんですね。でワードでやったやつなんか線とか SV とかって書いたやつなんかズレズレでいっちゃうので、デザインに変えると。そうなんです。だからもう全部ズレちゃってたりとか、全く分かってないっていうのがたくさん出るん でそれを手書きで直すんですね、はい、赤いです。なるほどなるほど。いや大変ですよね。多いですからね、学習参考書は。そうです、そうです。僕もなんかまあ挿絵とかイラストを結構入れてもらって、ないと分からないんで入れてもらってるんですけれども、まあそれでも、まあ、デザイナーさん確かにその、まあ、読んで書いてるわけじゃないので、はい、いや こっちがこっちでこっちがこうって書いたんだけどなみたいな。そうです、分かってくれない、はい、のとか、僕紙に書いたのを写真で、はい、撮ってそれをワードに貼り付けてくれって言われて、でやってたら僕の絵が汚すぎて四角だったのが丸になったりとか。なるほど。これ丸じゃなくて四角ですみたいな。まあそういうのあったり。なるほど、そういうのもあって、ね、でもやっぱそこは大変ですね。大変です。その多分なんですかね、出して、まあ、出てきて初稿出てきて、まあ、チェックのその手間っていうのがかなり。そうですね、あります。構成が一番嫌いです。あ、そうですね、僕も構成したんですけど、最後に誤字脱字チェックをしたら、はい、全部音読したんですよ。はい、ちょっと6時間ぐらいかかったんで、やっぱり大変でしたね。そうです、基本的に誤色は出ちゃうものなんで。いやー、そうですね、今のところ僕自分ので気づいてはないんですけど、はい、まあ、もしかしたら気づいてる方いらっしゃるかもしれない。それでね、ボロクソに叩かれて大変なんですよ、本当に。でもね、まあ、やっぱり参考書というか、あの勉強系の本だとなんか答え間違ってたりすると結構 ね、まあ、クリティカルというか、まあ、当然悪気があるわけがないんですけれども、まあ、なかなかというところですよね。時間との戦いですね、構成は。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあ最後に、あの、まあ、50冊本書かれているということで、まあ、本書いた時の、まあ、楽しさとか、はい、書いてよかったなって思うタイミングってどんな時ですか。あ、やっぱり自分の本がこう並んでるのを見る時とか、はい、それを持ってる人がいた時とかは。あ、生徒さんとかで。そうですね、とか、あとはまあ街中で見たりとかしたらもう、あ、電車の中でこう勉強してる人とか、だけどそれ嬉しいですよね。多分僕まあ授業とかやってないんで、はい、生徒が持ってくることってないですし、さすがにこの本たち電車でこうやって読んでたらなかなかすごい、一体何の勉強してんだろうみたいな。まあだからそれすごいでもいいですよね。で僕もなんかTwitter とか、あの YouTube のコメント欄で参考になりましたって言っていただけるとすっごい嬉しくて、よかったなという気持ちになりますね。はい、ありがとうございます。というわけで今日は森田先生にですね、出版のいろんなことについて対談をさせていただきました。まあ、改めてなんですけれども、森田先生のチャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。こちらもよろしくお願いします。ぜひね、こちらも概要欄にありますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。